メロモンさんから終演を掲載されていらっしゃいますお礼のメッセージになります。解散までお会いできるのは数回ですが、応援よろしくお願いいたしますといった内容のメッセージもいただいていらっしゃいました。出演されました4人の方になります。セットリスト5曲になります。虹をかけろ。いきますよ。今日のお題は隣の人の好きなところを言うです。イエーイ。はい、知ってたけどね。そう、あ、そう、それは言ってあったんですけど、なんか私も誰かに好きって言われたいからかわいい。だからちょっとこういうのやろってちょっと言ってみました。ということで私からいきたいと思います。はい、私のノアちゃんの好きなところノアちゃんは、うん、そう出会って私たち半年くらい？そうだね、もっと短いかもしれないね。そう、私結構、あ、そう、ノアちゃん一個下なんですけど、今まで年下とあんまり仲良くなったことないんですよ。なんかどちらかというと年上とか仲良いですけど、そうそう、うん、そう、年下仲良くできるかなって思ってたんですけど、なんかノアちゃんめちゃくちゃ普段からフォワーってしてて、あの練習の時もはーって感じなんですよ。だからなんかそう、めちゃくちゃノアちゃんの癒し系なところが好きで、おそう、好きなところ癒し系なんですけど、そう、ノアちゃんいない時にも私たちね、ノアちゃん可愛いって
言ってます。えぇ、それは今日ね、言いたかった。好きです。はい、ということで、じゃあ次のまちゃんがメッチョの好きなところお願いします。はい、メッチョさんはもう、なんかもう私のお姉ちゃんって感じで、なんかもうダンスもうまいし、教えるのもうまいし、あの顔が好きです。すごい、ここの立場になるとね、気分がいい。今日何でもできる気がする。じゃあ、ありがとう、嬉しい。イエーイ。じゃあ次はめっちょからハナッチにお願いします。ドキドキ。ハナッチ好きなところはね、もちろんいっぱいあるんですけど、ハナッチのね、まず一番好きなところね、もちろん顔も性格も全部好きなんだけど、具体的に言うと煽りがめっちゃ好きなんです。わかる。わかる。ありがとう。今日もね、ハナッチの煽りがある曲があるんですけど、楽しみにしててください。頑張ります。はい、前回かな、 S の SGR かなの時 の、 あのクリスマスの時の SGR なんですけど、メロモンって調べたら出てくるんだけど、めちゃめちゃ可愛いので、ぜひハナッチのとこだけ見てくれると嬉しいです、はい、すごいプレッシャーなんだから、はい、じゃあハナッチの好きなところは煽り、煽りですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次はハナッチが私に好きなところを言ってください。これを待ってたの。これを待ってたの。好きなとこはね、なんか本当にめっちゃザ性格いい人人間っていう感じで、そうだね、本当になんか裏で、裏というか、そう練習中とかでも本当にこの通りで、なんかいつも明るいし、めっちゃ性格いい、まあ、それが本当になんかそれなんか言いようがないんだけど、本当に性格めっちゃいいって感じで、 あとなんだろう、愛想めっちゃいいし、こうあざと可愛くて、私には持っていないところを持っているので尊敬する人間です。ありがとうございます。相談とかもたまに乗ってくれたりする。そう、よく常にね LINE してるよね、うん、みんな。そう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 。なのでめっちゃいい人です。はい、めっちゃいい人。ありがとうございます。めっちゃいい人。今日は気分がいいです。気分がいいね。はい、ということで、なんか皆さんに長々とね、私たちのなんか好きなところいいよっていう謎のを聞かせてしまったんですけど、そう、単独公演のために MC の練習をしてるのでね、皆さん練習にお付き合いいただきありがとうございます。はい、じゃあということで、次めっちょにバトンタッチしたいと思います。はい、その単独公演なんですけど、3月の28日に新宿グラムシュタインにて、メロモン解散単独ライブを行います。で、まだねチケット取ってないよって人がいらっしゃいましたら、ぜひぜひまだまだね受け付けておりますので、ぜひチェック。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなさんもありがとう。ありがとう。ありがとう。ここにもね、何人か来てくれる人いるもんね。います。そうそう、だからね、ぜひまだだよって人はぜひ来てみてくれると嬉しいです。最初で最後の単独公演になるので、ぜひお願いします。お願いします。そして、まあ、直近なんですけど、3月9日来週かなに、また SGR さんの方に出演させていただくので、ぜひぜひあのそこでもね、あそこか、 SGR は最後かな。そうかもしれない。かもしれない。多分そう。最後の SGR。メロモン最後の SGR なのでね、そこもぜひ見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きますか。はい。猫青春まさかり。